だけですかね、鍵盤がないのは。
コースティックなのに鍵盤がないんですけど、まあ、その分ちょっとアレンジを考えてやってますので、まあ、大体こんな感じでやっていきます。で、さっきの曲ご存知の方は、まあ、知ってる人は知ってる曲ですよね。まあ割とバンドとかでもコピーされてる方多くて、知らんのかい。聞こえてます。聞こえますね。マクロスフロンティアっていうアニメのエンディングですかね。エンディングで一時期使われてたり、まあ、あの作中でも流れてたりしたんですけど、でも違うよ。その時のエンディングだったんですけど、ダイヤモンドクレパスという曲をやらさせていただきました。で次はですね、アニソンではないんですけど、はい、この E プロジェクト弾き語りイベントと名前がついてるイベントなんですけど、まあ、E プロジェクトでは結構おなじみの曲なので、はい、知ってる E プロジェクトに参加したことがある人はきっと知ってると思います。聞いてください。暗き前で冷たい海。
の人は知らないとは思うんですけど、はい、冷たい海お送りしました。ですね、次の曲は、私たち3人プラスもう一人ギタリストがいて、グラシアスというバン、ユニットを組んでるんですけど、そのオリジナル曲を唯一のバラード曲ですので、アコースティックバージョンで聴いていただけたらと思います。ちょっと水飲みます。では改めまして聞いてください、 In the Rain。小さなこの手でもきっと
ございます。私たちのオリジナル曲インザリンを聴いていただきました。大体私たちのブラシアスの曲はこちらのベースの人が書いてで歌詞は私が書いてるんですけど、10月16日かな、日曜日にライブが決まりました。イエーイ、ありがとうございます。最近できた心斎橋のバロンっていう新しいライブハウス、初めてなんでちょっと楽しみなんですけど、そこでライブをさせていただきますので、ちょっと今の曲がいいなと思った方はぜひぜひ予定を空けておいてください、はい、では次の曲はまたカバーに戻りまして、洋楽なんですけど、きっと皆さんご存知の名曲だと思います。聴いてください。 My Heart Will Go On。Yeah.
超有名な、洋楽なので皆さんご存知かと思いましたが、次は J-POP に戻りまして、まあ、夏メロっていうほど古くはないんですけど、まあ、ちょっと 4,5 年前の曲かな、中島美嘉さんの曲なんですけど、真夏に歌う雪の花聴いてほしいんですけど、ちょっと待ってくださいね。はい、では聴いてください。真夏に歌う雪の花。
言葉を胸に歌うとちょっと今まで練習してきたのとはちょっと違う気持ちになって歌うようになりましたので、はい、聞いてください。最後の曲です。愛、覚えていますか？ Oh,
ありがとうございました。引き続きあと二バンド残ってますので、見れる方は最後まで見て帰ってください。ありがとうございました。